皆様こんにちは。今回は今月のマイリトルボックスの中身を紹介していきたいと思います。はい。でこのメイクはチタチャッと撮ってて、リップもその時と同じで、キスのベールリッチルージュマットの55番とミラニの、グレープフルーツオイルが入ってるこのリップオイル06番を重ねております。はい。では早速紹介していきたいと思います。何かなにかな、じゃじゃじゃん、かわいい、冬って感じ。こんな感じの箱です。あ、そうだ、ここに書いてあるんですけど、今月ね、エトボスとコラボのボックスなんだった。やばいよ。開けていきたいと思います。かわいい紙もと、あ、ダメだ、これ見ちゃダメだ、中分かっちゃう。わー、どこからにしよう。まずこれでかい、マイリトルビューティーコンフォーティングボディクリームです。保湿クリーム、なんかピンク色ですよ。あ、めっちゃ出ちゃった。こんな感じで、結構軽めなクリームっぽい。で、匂いはね、ちょっとだけバニラみたいな香りがするかも。え？違うかな？なんか本当に、少しだけ気持ち甘い香りするかなみたいな。だからそんなに香りが強くないクリームですね。で、みずみずしいけどしっとりしてるから、ベタつきがあんまりない感じ。ちょっと前髪にもちょっとやっちゃおう。うん、いい感じです。なんかこう邪魔をしなさそうな感じです。もう今ね、本当に乾燥がすごくてシワシワそう、だから塗ってみました。超いい。そしてなんだこれ、なんだこれは、あ、湯たんぽが入ってますって書いてある。え、ちっちゃい湯たんぽ、かわいい。ほんと湯たんぽ、ミニ湯たんぽ。え、この小ささは、ここになんか安全に使うための注意事項が書いてあります。シリコン湯たんぽ、あ、冷蔵庫に入れて氷枕としても使える、で電子レンジでも使える。湯たんぽに水を入れて優しく押して空気を抜き、キャップを閉めて1分やるみたいです。あ、で、お湯を入れてもいいみたいですね。60度以下のお湯だったらそのまま入れてもいいって書いてありますね。え、これで どうやって使えばいいんだろう。どこで使えばいいんだろう。こういうちょっと髪の毛が、こういう撮影とかの時ちょっと寒いので、めちゃくちゃこの部屋がそういう時に使えばいいのかな。でもなんか嬉しい、優しい心遣いですね、この湯たんぽっていうのがね。私湯たんぽとか使ったことないですね。まあ昔ちっちゃい頃実家とかで使ってたんですけど。面白い。1個目はね、湯たんぽ、あ、2個目だ、湯たんぽでした。そして次はこれ、なんか出てるぞ、ピンク色の、キャンドルハウスって書いてある。セラミックキャンドル、セラミックキャンドルとか言ったものの、なんだろう、かわいいな。おうちセラミックキャンドルハウスみたいな。あ、で、キャンドルのあれが2個入ってます。このちっちゃいサイズだったらでも入れられますね、なんでも。もうね、クリスマスシーズンなのでね、こういうのすごい嬉しい。これが入ってました、嬉しい。このね、湯たんぽの説明書は持っとかないと怖いですよね。そして最後、じゃじゃーん、行きたいと思います。1個目、エトボスモイスチャライジングローション保湿化粧水です。あー、見たことある、このパッケージ。使ったことないからすごい嬉しい。あー、良さそう、このサイズも良さそう、買うのめっちゃ楽しみ。化粧水と、次
じゃん。あ、美容液です。同じシリーズの美容液が入ってます。美容液と、あとはなんだこれは、石鹸、クリアソープバー透明枠練り石鹸。へえ、クリアソープバーって書いてあります。へえ、楽しみだな。以上です。はい、今月はね、エトボスとのコラボなので、毛穴スキンケアが入ってました。エトボスのスキンケアとかって結構値段しますよね。私化粧品しか使ったことないんですけど、リップとか、そう、エトボスのねスキンケアを使ったことないので、これで試せるのはすごい嬉しい。あとね、この巾着がすごい冬仕様の素材、ふわふわしてるんですよ。だからこれもね、何かに、しかもかけるエトボスって書いてるね、何かアクセサリー入れとかにすごい良さそう。はい、こんな感じで今回は今月のマイリトルボックスの中身を紹介しました。はい、こんな感じで今月も大満足のボックスでした。はい、参考になれば嬉しいです。では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。